一体何が起こったんだ。上空を大きな影が覆い尽くした。そしたら次の瞬間にはもう。大きな影、生物や自然の何かじゃ説明がつかない。真っ黒い何かが雲の上を飛んでた。ところでサボ、さっきイムって言っちゃぶるわね。ああ、突拍子もない話をするんだけど、800年前にこの世界を創造しちゃぶるな最初の20人にネロナ家のイム星という王がいたの。え？見てこれよ。この世には不老になる能力というものが存在するけど、それって誰かが証明したってことよね。世界のどこかに死なずに生きてるやつがいるってこと。じゃあ俺が見たあいつがそうだっていうのか。偶然同じ名前かもしれないけど、自分たちを神の末裔とふんぞり返る天竜人たちの中の最高権威の五老星がへりくだる相手って他に何？もう一つぶっ飛びしゃぶるわよ。バナータが見た雲の上から国を滅ぼす何かが政府の使う兵器だったとして、そんなもの作れるのはベガパンクしかいない。待てよ、ベガパンクはそんなあからさまな人殺しの道具は作らないでしょ。だとしたら古代兵器ならどう？イムが古代から生きてるやつだとしたらリンクする。古代兵器は確かに存在するとロビンは言っていた。しかし兵器を所持していたのなら、なぜ今まで使わなかった？なぜ今使った？